やっぱね、日本人はもっと議論しろよ,よって思うんですよ。普通に。で、あの、まあ、ここのところのアベマプライム2回出て、あの、思ったことは、森手さんすごくいい人なんですけど、あの、まあ、あの時の時間の流れの中でね、その、なんか、自分は置物だって言ったのはちょっとフェアじゃなかった気がするんですよ。あの、森手さんの、あの、感想としてそういうこと言うのはいいんですけど、 なんかバーっと言,う言ってて、で、自分が何も言ってない時間帯があったら、言い返せばいいじゃないですか。その時に、置物になってたっていうことを言ったりとか、カンニングさんがそれを引き取って、置物になってたのは僕ですみたいな、えー、そういうオチをした。これも、ま、カンニングさんのゲーだと思うんですけど、それを受けて、一部のネットの人が、あの、おぎが一方的に喋ってたみたいな印象操作はそんなおかしい。あのー、別に言い返せばいいだけの話ですから。だからその、置物になってるって言い方が、 ちょっとフェアじゃなかったっていうのもあるし、あと昨日その、田母神さんに対してね、僕、たも先生よろしくお願いしますってツイートを一個しただけで、ネットの人が、あの、模擬もう中とかまで行ったとか、向こうに渡ったとか、とかあ、わけわかんないこと言うんですよ。これよくあの、日本のネットの人で、特にリベラルとか左の人が、あの、ある意見かを持ってる人、まあ、たもさんがじゃあ、右だとか、歴史修正主義だとかいうような評価があるんでしょうね。でもそれはその人と議論しないってことではないじゃないですか。 昨日だったら僕、は玉上さんと喋ってて、なるほどあの、航空幕僚長まで行かれた方ですから、あの現場の、ねえー、と自衛官の方々がね、やはりそれは、玉上さんが言うように、自分の国をいい国だって思うというようなことがなかったら、それは現場でもたないですよね、それは当たり前じゃないですか、そういう非常に実務的な感覚から、玉神さんの歴史観というのは展開されてるんだなと、あともう一つおっしゃったのが、そのえー、近隣諸国の方々が、韓国とか中国の方々が、 え日本を批判するようなことを言わなければ、ね、こっちも黙ってると。要するに、自分の胸に収めてることなんだということだとか、例えば、あの、プーチンさんが、ウクライナの歴史のことを、いろいろ言うけども、それは、あくまでも、後付けの言い訳にすぎなくて、軍人としては、ある目的、政治的な目的を上げるために進行したんだと。やっぱり、田母神さん、現場の方なんでね、あのー、そういう非常にリアルポリティックスの感覚がある。そういうことは、お話してみないとわかんない。 だから、その一部のネット民の人みたいに、まあ本当愚かだと思うんですけど、田村神さんをなんとかと決めつけて、あの、よろしくお願いします、教えてください、どんな人に立ちたしてだってリスペクト必要だし、教えていただくことはたくさんあるわけだから、実際に私、今言ったようなことを教えていただいたわけですから、あの、それをね、事前にそういうふうに言って、なんかあたかもその世の中が正しい人、あの、議論すべき人、え相手にすべき人と、そうじゃない人に分かれていて、で、 そうじゃない人と喋ったら、あの、黒瀬さんの時もそうだったよね。挨拶しただけで僕とか、あの、東弘之があれこれ言われるって、それおかしいでしょそっちの方が絶対おかしいって。って2点目。もう1個が、その、あのー、なんだ。えー、<laughs> ちょっと待って、いくつかあったんだけど、3つ目なんだったっけな。 そうそう、昨日あの、青ちゃんぺさんがいらして、青ちゃんぺさんは本当に賢い方だと思ったんですけど、そのね、えっ、ー、と、我々が議論してた時に、青ちゃんペンさんが、青ちゃんっていうのかな、えー、お主語が大きいってことで言ったんですけど、これもよくあの、日本でよく使われる言葉で、それがないらしこ言葉あると思います。ただ、歴史オタクがどの子とかそういうこと言った時に、それは概念なんであって、概念に大きいも小さいもないんですよ。だからその、なんていうのかな、日本の言論空間って、 議論をちゃんと打ち合うっていうことをしないで、その前提となる、たぶんさっきの置物になってましたみたいなね。あの、えー、自分が喋れなかったことに対してそういう批判的、批評的なことを言うことによって、あたかも、あの、言ってた人が悪いかのような空気を作るとか、あるいはその主語が大きいって、これもだから何、何も言ってないように等しいんですよね。あの、概念ってはいろいろあるわけで、例えば歴史オタクだとか、えっ、ー、と、科学主義だとか、そういう概念はあるわけですよ。 じゃあ、ロシア人って言って、ロシア人にもいろいろいるんだから、えっ、ー、と、ロシア人って10杯人陰られるのは良くないですよね、とか、そういう言い方は常に成立するんだけど、でも、ロシア人の性質、気質という形で成立する議論もあるわけですよね。だから、その、なんかね、日本は、その、置物になってましたとか、玉神さんに挨拶したら、それだけでなんかあれより行う理由とか、主語が大きい。 だって、それはいろいろな人がいますって当たり前じゃないですか、それ,その上でそれは。そのこと当たり前な上で議論してるわけで、だから概念がそこで適切かどうかってことは、また別問題なんで、議論の入り口にも入らないで、あのー、まったりゆるふわな感じで、あのー、逃げるっていうか、そういうルエみたいな性質が、僕は日本の言論空間にはあると思ってて、それは良くないなと。 日本人は議論をちゃんとしろと、えうことをこの2回の安倍プラを思って思いました。やっぱりね、そろそろ議論を始めないと、やばいと思うよ、本当に。日本、このままだと本当に、全く、うん、自主的な議論をできない国になっちゃうんじゃないかなと僕は思いますけどね。強いボールを打ったら、う強いボールまた打ち返してくればいいんですよ。これはね、あのー、別に海外だと当たり前ですよ、そんなの。 僕ぐらい普通に強いこと言ったって、僕も同じくらい強く返ってくるんで、別にそれは大したことじゃないんで、そういうゲオをするという方向に行けたらいいなと思います。脳の教養チャンネル、いい話がいっぱいあるよ。チャンネル登録よろしくね。ポロンです。